あやまちゃん、はい、レイレイ日テレじゃないですか、はい、ね、日テレでやってるってことはつまり日テレってバスケットボールとラグビー、そうですね、これからこれもインプットせらほんまに、いやもうまさにそうです、ワールドカップね2つ一気にやるって言っても一番盛り上げてますから、あんまり知らんねんなっていうわけにもいかないでしょ、いやここなんですよ本当に、スポーツをずっとあんまりね通らないで来たせいで大谷がどんな成績を出そうがすごいしか言わないっていう俺はだからバスケットじゃないけどは八村塁、はい、レイカーズの八村塁のユニフォームと T シャツ手に入れたからね、はい、何ですか、キリンの田村君にお願いして、はい、ほんであるから、でそこで一応キムリンの田村君にバスケットボールの話とか、はあ、今回はワールドカップ辞退するって、まあ、ほんまは出てほしいけど、はい、コメントオフィシャルのコメントはでもな、やっぱりシーズンが大事やもんな、はい、俺のコメントオフィシャルだオフィシャルだ、なんか分かってらっしゃるみたいな感じ、確かに確かに、八村塁選手は大学時代、大学時代頑張ってドラフト1位や、はいはい、でも一番すごかったその時の同級生はザイオンとかいうやつで、なんかダンク決めた時にナイキのバスケシューズ破壊す、真っ二つだって潰れるんですよ、すごすぎて、ですごいやつと同期でいてんねんなっていう、そのドラフト1位の超目玉やったけど結果プロ入って八村塁の方が活躍してるもんな、うわうわ知ってる人、知ってる人だ、知ってる人でしょ、知ってる人でしょ、めちゃくちゃバスケ知ってる人だこういう風にしてインプットして事情を乗り越えていこう、いやこれは本当にもうキューブです、それに関してはこれは失礼します、来た来た、もうラグビー来た、ぴったりじゃない、ありがとうございます、これ大至急、はい、日テレでラグビーするじゃないですか、はいはいはい、山ちゃん日テレの顔やから、はい、ニュースやるからとにかく、はい、デーデーでこれ言ったらあすごいなって思えるコメント欲しいのよ、わかりましたよ、やらせてください、すごい力自己紹介お願いします、芸歴5年目深夜です、よろしくお願いします、深夜さん、はい、深夜と申します、声がすごい、はい、失礼します、だから本当にこんなにラグビーが、はい、なんか注目されるってね、今から30年ぐらい前に松尾さんとか平尾さんとか社会人のとか同志社と釜石とか時代があったのよ、はいはいはい、正月のラグビー見るって、はいはいはい、特に関西は、はい、あと関西で東大阪の子なんて違う高校ラグビー授業でやってたから当たり前でしたね、当時あ関西出身、はい、自分大阪のあの伏せ、あ行くのって東大阪、東大阪の、はい、いやもうまんまラグビーが当たり前のように人気、もうそうで中学校からラグビー、中高大と10年間ラグビーやってまして、大学は帝京大学、おめちゃくちゃ強かったんじゃない、1年生から4年生まで4年連続日本一です、すごい、えそれレギュラー、まあ、部員145人いました、あれね、補欠ね、デリカシーがないわ、いやいや、やけど、はい、出てた初心やね、まあ、1軍から6軍までやりましたね、何軍、全寮制でした全寮制ちょい答え変えんのよ、はい、でもほんまに東大阪にいた頃は、はい、日本中がみんなラグビー知ってると思ったよね、いやそうですよ、それがもう普通でしたし、どの中学校にもラグビー部ありましたから、そうなかったもん、で高校ラグビーも毎日放送が中継してたもんね、やってました、だこっちやってないよ、俺とかは学生時代からちょくちょく見てたから、はい、なんとなく分かんのよラグビーって、はい、関西やから、はい、でも山ちゃんは関東出身で、はい、でお笑いのためにちょっと関西の大学行ったけど、はい、まあ、すぐ東京行くから全く分かんないのよ、そう、ね、一から教えてあげて、はい、ラグビーに詳しいタレントぽい感じで今日仕上げてほしいです。わかりました。もうそれ全部やらせてください。インプット。はっきり言って、ぽいでいい。ぽいでいい。そうそう。インプット。日本テレビがラグビーのワールドカップ中継するって、はい、なんか奇跡って、あれ南アフリカと逆転したら奇跡的な。あれ2015年。あれがもう節目やよね。2015年。あのね、ブライトンの奇跡って言われてまして、うん、あれがやっぱそのラグビーの、まあ、産声じゃないですけど、うん、そうです、日本中がね、日本中が一つになったワンチームになったきっかけでもあるんです、基本はやっぱ今までは日本負けてたんですよ、そうで、やっぱフィジカルのスポーツなんでなかなかそういうの勝てなかったんですけど、なんと日本
最後のワンプレーで逆転したんですよ。そうそうそう、ね、あのテンション上がってちょっと五郎丸感が出ちゃった。いやいや、ほんますごかったね。あれすごいですね、あの裏側すごいって聞きました。見たことありますか、映像とか。あら、それこそ本当2015年のそのやつを見てたし、はい、あの時の話し合いでどんな話がされたとかも聞いて感動した。あ、そうそう、せっかくなんで映像を見せてもらって。なんか聞けるやつがあるんですね。そうです、これ、あ、これあの見れないんですって、みんなが、はい、あの有名なやつ見れんの。これもう今日は用意させてみました。まあね、あの絶対ね、画面に映しちゃいけないってあたりに合法じゃない感がすごいですか。いやいや、公式で上がってるやつなんで。あ、そうか、じゃあもう家帰っても全然見てほんのって。おもろいよね。いや、ラグビーやっぱりちゃんと見たらほんまに。そう、言いますよね。ルールなんてもうほんま3つぐらい分かってたら。なんか、まあみんな絶対それ説明してくるときに、はい、後ろにしか投げちゃいけない。あ、そう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 。それがスローフォワード。で、ボールを前に落とす反則がノックオン。ノックオン。で、まあ、そのそうです、倒れたらボールを離さないといけない。ずっと抑えてたらもうボール、プレー止まっちゃうんで。そうなんだ。それがノットリリースターボール。この3つあったらいけると思うんです。グッて取ったらあかんのよ。だから落ちた瞬間にこうやって、ここでずっとマット、はい、マットからなんですよ。あ、そうか、そうか、アメフトとかみたいにこう奪っちゃいけないの。取り合いじゃない。あ、なるほど、はい、もうこれまずさっき説明させていただきます。こちら、もうラスト80分で試合終了なんですけど、うん、もうラストワンプレーです、うん、相手のところでペナルティーを取ったんですよ。ほんで、点数見てもらったら32対29。でここで、あの五郎丸、さっき言った五郎丸選手のキックが狙ったら五郎丸だ、それが3点入るんですよ。同点になるんですけど、同点じゃなくて勝ちに行ったんですよ。これがすごいことよね。これすごいことです。え、やんの、ギャンブルすんのみたいな。そうなんです。それこそ同点でも奇跡だ。同点でも奇跡。ちなみに強い国って南アフリカとどこ。ニュージーランド。ニュージーランド。あれ、あのハカのことね。あ、そうそう、オールブラックスと言われてる。で、オーストラリア。オーストラリア。で、今年のワールドカップ開催国、フランスと。フランスと。アイルランドと。日本は要はそのティア1って言うて、まあ、世界上位じゃなくて、まあ、上位よりちょっと下ぐらいのとこやったんですよ、この時は。ほんで、上で監督は見てるんですよ。ラグビーってピッチの横に、グラウンドの横に監督いない。上から見てるんですけど、もう同点でいいって監督、エディ・ジョーンズ監督が言ってるんですよ。最後、リーチが、リーチ選手が、一番いける。歴史を変えよう。ここで言うの？言うてます、この中で。おい、みんなって歴史変えよう。歴史変えよう。エディは同点でって言ってるのに。同点でいいって言ってます。無視して。もうグランドレベルでも無視してます。もういい、そんなんいいから。歴史変えよう。いきます、映像。で、スクラム組もうと。ちょっと崩れます、ここで。うん、けどまだ2本キープします。いけ！打った！この時間見て思われたのもう80分超えてます。あれ？いけ！だこのプレーが終わったらもう終了ってこと、ね、終わったら終了です。ラストワンプレー。ミスも許されない状況。引きつける。もう一丁。もう一丁。もう一丁。ヘスケス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 が逆転トライするんです。来たね。うわ、すごい。この顔見てくれ。この顔。オーマイガー。オーマイガー。そうか。南アフリカ。オーマイガー。素晴らしい。すごい映像で。で、今回そのワールドカップ、はい、ラグビーが始まるけど、はい、ほんでここで、はい、山ちゃんにいいコメントをね、番組で言ってほしいし。はい、でちょっと教えてほしいのよ、ラグビーの面白さ、はい、歴史、ここポイントっていうの。わかりました。もう自分の持ってもの全てくれるの、渡しましょう。ありがたい。この言葉言っとけばこいつ分かってるのが一番欲しい。まずリーチ選手、皆さん知ってます多分、はい、リーチマイケル、リーチマイケル選手、今が一番ベストです。マジで結構もうでもキャリアっていうか年齢も大ベテランも入ってんじゃない。2015年もキャプテン、2019年のワールドカップキャプテンで、今回もメンバーにも入ってまして、でもリーチがちょっと2年前ぐらいですかね、腰と股関節の怪我とかでちょっとほんまに引退レベルまでやられてるらしいんですよ。でも逆に今年から調整してったら、リーチ本人がラグビーマガジン今月号で今が一番調子いいって言ってます。それ使えるで、これ使える、これいただける。本当にリーチの2年間1回休んだけど、その時間がいい方に働いてるんですかね、はい、みたいなこと。そうです。え、じゃあほんまに真面目な話、今回の日本代表は期待できるの？史上最強と言われる。え、嘘、なんか前世紀がもう前回だったんじゃないかって。誰が言うたんですか、そんな。いや、日本テレビこっち側の情報めちゃくちゃあるで。でも帝京大学出身で後輩もたくさんいるんですよ。もう流れとか中村亮斗とか、ほんで姫野くんジャッカルで有名やった。姫野くんの後輩で、もう深夜が考えてたメニューとかやってたって言われてます。いや、そのわけのわからん情報に惑わされるなと。確かにリーグ的には厳しい、そのグループリーグがあるんですけど、イングランドとアルゼンチンがいるんですよ。ほんで、サモアとチリ、もう厳しいやん、厳しい、でも厳しいと。けど今日本のその状態といいますか、自分合宿行ってきたんですよ。昔の日本代表を想像してください。日本代表が合宿やると、そんなんやってたのってぐらいじゃないですか、うん、もうこんなんです、もう見れない。
あ、人が多くてこれぐらい日本今期待値高い。いや違うやん、はい、練習風景見るのかと思ったら、うん、見物客がこんだけ多いってそんなどうでもええねんそれ俺それ使えるかな見物客多かったんですよねいや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 武田さんもはってもう練習するのも見れないですよ。それラグビー人気ってこと？人気で昔はもうガラガラやったもんね。ガラガラでした、当たり前でした。すごいチームの士気が良かったんですよ。ほぼ見れなかったんですけど最後は選手とハイタッチとかできたんですよ。あ、なるほど。もういよいよワールドカップ行くぞっていうふうに盛り上がってるって、はい、盛り上がってると。あれ本当なの？はい、スクラム組む前列3人組むじゃないですか、はい、真ん中は誰々、はい、左側は誰々、右側は誰々って常に練習するの日にね、はいはい、でご飯食べに行ったりとかすると3人座ったら絶対その感じで座るっていう。いやあれはありますね、やっぱりそう気持ち悪いですよね。なんか逆立ち位置、はい、立ち位置、自分も漫才師の立ち位置、ね、はい、こっち側にしずちゃんがいない気持ち悪いみたいな感じでその自然とそれはやってると思います。やってるか。自分もそのスクラムでプロップその太ってる3人の後ろのでかい2人やったんですけど、やっぱなんかその位置が気になりますね。横に折れてこっちちゃうけどなみたいな股に手入れる時のいつものところ、そういつもの股に手入れるんですよ。これどのタイミングで使える話だよいやだから要はスクラムでこの勢いみたいなところ、実際に多分ワールドカップ終わった後来んねん、はい、いやバラエティ来た時はお疲れ様でしたって言って、すごかったですよワールドカップ見ましたけども、この試合とかでも実際どうなんですかフォワードの皆さんって普段からっていうところでしょ。そういうことです。確かにちょっと細かい話はプロのなんかすごい詳しい人に聞いた時に、はい、でもどうなんですか普段からなんていくと日常生活で座る位置とかも決まってるんですかみたいなこと言って、はい、ああそうです、その漫談がスタートするきっかけを出して、あれ絶対言いやすいんで。でもう一個ありましたわ、漫談のきっかけ。漫談のきっかけありました。ちょうだい。こう収録が始まって熱量も出て、こう皆さん喋るじゃないですか、うん、ほんなら水分補給するじゃないですか、うん、ちょっとこれ借りますね、うん、でこうやって飲む時に右手でこう飲むとするじゃないですか、うん、ほんだら山本さんがバッファローじゃないですか。何それ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 。これはラグビーのお酒の中の暗黙のルールがあるんです。何何何。ラグビーって試合終わった後アフターマッチファンクションって言って、その相手チームとお酒を飲むんですよ。要はノーサイドで、ノーサイド、はい、みんな仲間、仲間、今まで90分敵やったけど、はい、今は仲間ですよって男たちの友情、うん、なんでごめんなとかいう会話をするんですけど、その時のルールで左手でグラスを持たないといけないんですよ絶対に、うん、これなんでか分かります。なんでやっぱ仲直りだから握手する。正解正解です。え、分かる。え、どういうこと。これ握手するんですよみんな、ありがとうって右手で、右手で。でもこのグラスを右手で持ってたら手が濡れてるじゃないですか。ああ、なるほど。ほんでこれ失礼に値すると。なんでこのグラスは左手で持って、握手するために左手でグラス持っていつでもできるように、できるように。ほんで右手で持って、バッファローじゃないですか。どういう意味なの。バッファローの蹄ぐらい手が冷たくなるって意味らしくて、それ言ったらほんまに大丈夫だ。これ絶対知ってます。ラガーマンの、大人のラガーマン全員絶対受けるね。絶対俺それ本当に言うからね。ほんまにこれ知らんかったらもうおかしいですよ。ラグビーやってないでしょ。じゃあまず入り口としては、じゃ あの試合終わってみんなで乾杯するときは、はい、あの両チームで、はい、絶対に左手でグラス持つって噂聞いたことあるんですけど本当ですかって言うと、そのお話が出てくるってこと。お酒のやっぱほんでそっからちょっとお酒とか崩れた話になってくるんですか。なるほどね。飲み会の時もこんなことするんですか、はい、あんなことするんですか、はい、でもしくはその入り口がなかったとしても、左手で持った瞬間、右手で持った瞬間にちょっとそれもバーバーのじゃないですか。いや、じゃあ知ってるね、はい、なるよ急に。そう急に。いやっていうか知りすぎてて、何やこいつうさんくさいなって急にそこまで先日とか何も喋らないで頑張り聞くねコップ持った瞬間エヴァンファンじゃないですか。へえ、そういうもんなんですか。これやっぱりお酒ってのラガーマンのコミュニケーションのでかい一つ。あと俺あれ聞いたことあるわ、あるある。結局そのお酒飲んで喋り出すと、はい、怪我自慢始まるっていう。ああ、あります、あります。俺はここをやっつけたとか俺ここおかしになったとかいう、はい、とにかく自分の自虐ネタよ、はい、ラガーマンの俺こんな怪我したっていうのを言い合うっていう、まあ、だからラガーマン基本みんな半ズボンの方が多いんですけど。そうや、絶対するじゃん。もうみんなこの膝のところに前十字とか後十字とかで切ったとかで、この、あの手術だとかあるんですよ、うん、そういうのやっぱ。え、それみんなあるの。もうほぼあると思いますよ。肩とかでも、でこの例えば指とかでも、これ自分指ほらちょっとなってる、うん、なってる。これもあのラグビーでその骨折したりとか、でこういうちっちゃいとこからも怪我の跡とか、この耳とか。でみんな言い合う、言い合う、言い慣れてたもんね今怪我の場所。太ってる人、特にプロップってさっき言ったあの前列の方々で、もし耳がこう餃子みたいになってなかったら、耳湧いてないやないですかって言ったら、なんかその話があります。湧くっていうの、業界用語。耳なんか湧くって言いますね。血たまるとか、餃子耳、耳湧いてるとか。
怪我とかどんなされてましたか言ったらみんなちょっとやっぱテンション上がります。あ、テンション上げるときはそれがいいのね、まずはね。だからこういうの大事なの、 CM 中にちょっと喋ったりするのが意外と大事だったりするから、はい、CM 中にそこら辺ちょっと聞いて、うんうん、温めといて本番に行くってね。ああいいね、それは確かにそうやと思うし、はい、ラグビーの面白さを伝えるって何なの、はい、ラグビー あのノーサイドゲームとかドラマは見ました、日曜劇場見てない。えそれやめてよ、見てない、これ見てないのっていうのすごい傷つくのよ。あれ自分の全国デビュー作でもあるんですよ。それ知らんわそんなどうでもええわ。でもノーサイド出てたんですよ、ラグビーできる人を集めてたんでしょ。これもまたちょっと特殊で、その時 NSC 在学中ぐらいだったんですよ、うん、ほんでドラマが始まったと。でもそのオーディションとかも知らなかったんですよ、やってること。ほんでどうやったら出れるかなんてエキストラ募集を見つけて大阪から夜行バスで行ったんですよ。ほんだら、ほんだら観客席のエキストラやって、ちょっとこれじゃ物足らんなと思って、せっかくやってるのにアピールすんの、アピールしていろんな人に挨拶してたら大泉洋さんの前でネタができた。大泉洋さんもちょっと場を盛り上げるために、はい、そんな感じで、なんかすごい体型いい体してるね、はい、あ、そうそうそう、そんな感じで、え、なんかできるのみたいな、ラグビーネタができます、じゃあやってよ、ほんでやったら面白いねってめっちゃ受けて、スタッフも笑って笑って、横にいたあの福澤監督、あの言うたら半沢直樹の、半沢直樹の有名な人でしょ、有名な監督が横におって、で自分がドラマ出してくださいって言ったらレギュラー決まったんですよ。え、あ、レギュラーでしたの、はい、あ、そうなんだ、セーフとかもあってありました、1回だけ。あのさ、日本が予選リーグを突破する確率ってどれぐらいなの。最強なんでしょ、でも、はい、いや、それだから BS 吉本やから、はい、山ちゃんに本当の情報を教えてほしいんだよ、はい、確かにそうする、頼むよ。 40% 前回の日本開催やって、はい、あれの確かに戦前の予想は何パーぐらいやった、うん、60あったと思います。だその時はいや厳しい、やっぱそのアイルランドにはまず負けるやろってなったんですけど、勝ったんですよ当時はね、はい、おうおう、そうそうそうなのよ、はい、ほんであれ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 ってやって盛り上がっていったのよ、はい、で今回もそのフランス大会40%、はい、正直なところ 40% だと、やっぱそのイングランド、アルゼンチン、フィジカルとかその気持ちを考えたらアルゼンチン強いけどなって思った。あとフランスやからイングランド近いや、はい、ほぼイングランドのファンの中でやるってことでしょ。そうですね、でみんなイングランド応援すると思うし、そうよね、イングランドってすごいラグビーファン多いんでしょ、はい、前回やからワールドカップ準優勝の国です。うわそっか、強っ、めちゃくちゃ強い。最初イングランド、アルゼンチンどっち、え、田中を順番ですか、日本は、まあ、そう、イン、それも調べてください、調べてくださいって頼むで、そこで、いやいや今調べる、あ、そうか、それができるんですよ、この番組は。これね、はい、絶対日本って世界から見たらフィジカル弱いじゃないですか、はい、体とか考えたら。そうです、それだからそれゆえの日本並みの戦術とかって海外と違って何かあったりするの。ほらバスケだと、はい、結構今回も外から女子からスリーポイントとか、はい、スリーポイントで考えるとか。日本はやっぱフィジカルやったらなかなか厳しい戦いになるんで、速さ、スピードなんだ。ほんでそ、まあ、相手がミスしたところの展開とか速くするとか、やっぱその速さで取りに行くってこと、うん、スタミナね、スタミナ、そっか、分かった、分かりました、発表します、はい、まず日本対チリ、それは逆にチャンスじゃん。もうこれ正直チリなんて何の色のジャージ着てるか分かんないですじゃあ勝てると、ここはまず勝たなきゃね、ここはもう絶対落とせない、はい、次はイングランド、ここよ、ここ負け、ここがもう南アフリカ、勝ったら、はい、一気に行くけどそんなに甘くないやん。甘くないですね、そっか、もうやっぱここで一勝一敗や、一勝一敗、これとサモア、間違いにここは落とせないです。そうね、だからサモア戦が大事やん、サモア戦がキーです。あ、今の言葉好き、これサモア戦大事やねんだから山ちゃんどうですかって言ったら、これ第3戦のサモア戦ちゃいますって、はい、あ、まあ、マジでそうです、このリーグ見てどうですかって、これやっぱ第3戦サモアがやっぱ気になってくるじゃん、ね、イングランドはやはりその前回準優勝国でもあり、それはもちろん勝ってほしいけども、ただそんな、そんな甘いもんじゃない、はい、そこはちょっと厳しめのこと言いますけども、はい、ここはチリで勝ってイングランドはまあ頑張っても、まあ、まあ負けてしまうかもしれない、次のサモアここで決まるでしょうね、いただきました、サモアいい、サモアいい、ほんでこの熱量があった状態でサモアが勝って、2-1でどこ、最後にアルゼンチン、これがもう最後のシーンを決する、そうアルゼンチンとの2位争い、はい、お互い勝った方がもういける、アルゼンチンは誰、その中国選手、でそのマテーラ選手で前回のもうなんかそのヒゲとか、ちょっと待って、マテーラの映像動画見せて、マテーラ、はい、
アルゼンチンでもう91キャップ91回試合出てます、代表として。えぐ、でもアルゼンチンのレジェンドです。年はもう結構大ベテランなんだ。じゃあ、しゃべる系でした。しゃべる系の動画です。しゃべる系はいらんわ。でもなんかちょっとね、顎をちょっと出てる、なんかこうマッチョな感じの、ほらスーパースターって言ってます。スーパースターマテラ。あとこれ持ってって自分でバーンぶつかって、ほら、うわ、激しいんですよ。アルゼンチンのほら血が流れていますから。マテーラを起点にやっぱ全部プレーで行くのね。そうですね、ナンバーエイトでこう攻撃を仕掛けに行って自分から、ほんでまず当たり負けない、マテーラ乗っかる。あ、マテーラも確かに大事ですけど、ラグビーでそのコメントするときに使えるなと思って最近拾ったんですけど、ファーストに注目、キックオフのファーストタックルで、ファーストスクラム、最初のファーストってワードを作るプレーに注目してくださいって言ったら、その試合の選手の熱量が分かると。どういうこと。で、例えばキックオフでボール蹴るじゃないですか、うん、でキャッチしてその子にバーンってぶつかるじゃないですか、その一発目のタックルどれだけ気持ち入ってるかをまずチームに見せるために出すんですよ。選手の選手見る方も、はい、ファーストを見た時にあ、気合入ってんなとかも分かるし、分かります。ファースト相当気合入ってる、これ今チーム乗ってますよとかね。あ、そうそういう。で、ファーストスクラム、うん、やっぱ1回目で負けたらあかんぞっていうのがあるんで、ここ押したろって。じゃあアルゼンチン戦でそのファースト見て、はい、結構そこで分かってたことがある。分かってます、ね、いや本当にだから歴史変えるっていう意味で言うと、今回本当にそのラグビーのワールドカップの日本の結果次第で、はい、ラグビーに憧れる子供たちが増えるかどうかの、はい、だってそれが本当に大事だって言いますよね。同点でもういいじゃないかってなった時のみんな言ってセリフが、俺たちが今最後同点に持ち込む姿を見て子供たちがラグビーやろうって言うかなって言ったらしいんですよ。知らんかったんかい。これめちゃめちゃいいやつよ。そう、俺たちは大義を持ってると、はい、ラグビーは優勝したいってことなんかじゃないと、うん、ラグビーが好きだ、ラグビーってかっこいいって思う人が一人でも子供が増える、そのためのプレーをするって人間が引き分け選ばないんじゃないかって言ったらしいんですよ。そりゃそうだって一番やつ持ってるやん。いよいよ明日ラグビーネバールドカップですけど山ちゃんって言ったら、はい、これ言うわけです。確かあの時も何やるかの時もって勝手に言うんで、はい、いやすっごい巻いてんねん。いや本当に、あ、じゃあ、どうぞ。なるほどね、はい、子供たちにラグビーをしてもらいたいと。そうです。そっか、そのためにはそうだ、アルゼンチンが強敵だって言ってもらいたいと、はい、勝って、でそのためにも自分今年、うん、フランスに自腹ですけど行くよ。もう1ヶ月半くらい行こうと思ってます。いや分からんけど、レポーターみたいな日程で決まってんのかな。そんな、いや決まってないね。いやメインはいてんのよ、ちゃんとした人は。そう、はい、ちゃんとした人じゃなくてラグビー好きで自腹できたみたいな、はい、それはだから僕が多分打ち合わせで、実はうち僕の後輩がめちゃくちゃラグビー好きで行ってるんですよね。行ってるんですよね。いや全然繋ごうとは繋げますよって言えば一発です。いやいや、ありがとない、ありがとない。違う違う、いや違う違う、ワンチームです。いや違う違うのよ、はい、日テレの非常さ知らんのよ。そんなあったかいチームじゃないですか、丁寧の。いやいやいや、山ちゃんが一番分かってるやろ。あ、そうですか。あ、そんなことよりも早くちょっと打ち合わせ、今日はうなぎのタレのご飯ね、ありかなしかね。うなぎなしとうなぎありってことですね。全部どっちが、はい、はい、国民に聞きたいと思います。じゃそれやりますね、はい、っていうぐらいになりますから。ごめん、もしも奇跡的にそういうことができたらね。そうですね、なんか目立つようになんかやっといたら、なんかいろいろと今後考えてこと、ほんなら中継たまたま映ったら、ちなみにあれ芸人の仕事の芸人ラグビー好きなんですよって言えるから、日本頑張れとかやってたら、はい、抜かれるから、なんかをだから発信して。そうよ、はい、本当にただただ見に行くみたいなことしないで。はい、もちろん、もう1ヶ月半日本代表が帰国するまで行こうと思ってます。行ってんの。結果帰ってきてまた日本がええ感じになったらまた来てね、はい、後日談みたいな。そうです、日本がええ感じになったら。うん、最低やろ。日本が決勝行ってとかね、突破したりとかしてええ感じで盛り上がってたら、はい、大至急来てもうて、はい、明日丁寧でするから。そうよ、たぶん。あ、そうですね、うん、その時に。しかももう日本代表の後輩ばっかなんで自分の。そっか、ちょっと偉そうにいけんすよ。プラス裏話も持ってるし。持ってます。偉そうにするとすごく感じ悪く映るから。そうだ、ね、いやだから仲良く
そう、はい、キャプテン、今のキャプテン、坂手とかも走って自分のとこ挨拶決まりますから。でもちゃんと敬語で接するから、ね、敬語で接する、もちろん、もちろん、もちろんです。そのなんて、もう立場がちゃうから。はい、そうです。吉本の一芸人だから、ね、一芸人だからって、下から下から下から、はい、もちろん、もちろん、ありがとうな、あ、お前すごいな、お前やなって、すごいなとか、頑張れよ、もちろん、もちろんです。お願いします、お願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。インプットできました。真骨頂ですよ。これですよ。この番組、本当僕ありがたい。ありがたい。ほんまにありがたい。恥ずかしげもなく、マジでさっきのセリフ全部言いますから。あれ何やよ、わかんなって時はここで聞いて、はい、スタッフに事前に LINE 交換して、すいません、今日このニュースやって全くわからない。ちょっとこのニュースっていうか、これ詳しい人探してくださいとか、ゆうややってくれるから。はい、そうですね。吉本芸人6000人いてるから、はい、なんだとみんないるんですよね、いろいろやってるやつが。そうそうそう、うわ完璧、ありがたい。で 見てる方もこれ知りたいとか、あれ知りたいあったら、吉本芸人6000人だから、ちょっと紹介しまして、分かりやすく、説明してインプットさせていただきますんで、はい、よろしくお願いします、はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら、さようなら。